皆さんこんにちは、ニニケイです。皆さんこんにちは、柏木胜的ルサポです。今天我们江水组队远征在客场对阵横滨水手 Yokohama Marinos。 Yokohama Marinos は、J リーグのオリジナル中の一つです、最初の中チームの一つです。日本の名門チーム、名門クラブである J1 のタイトル、チャンピオン優勝は5回取りました、すごい。今時間まだ早いですから、まず中華街に行きます。ナビでセットします。高速道路でも1時間20分ぐらいかかりますね。行きます。車でカラオケやります。那就不要留，时光一过不再有，你远眺的天空画更多的彩虹，我会静静的将你豪情放在心头，在寒冬时候就回忆你温柔，不尽相逢，等不完守候。如果仅有此生，又何用再从头？これは私一番好きな歌手です。あとこれ歌も大好きです。皆さんにおすすめします。中国語の歌です。ありがとうございます。横浜に到着しました。今日の高速料金は2000ぐらい、2400、2500ぐらいかかりました。高いですね、日本の高速は。高い。この料金は中国ではだいたい300キロ、日本では70キロだけで高すぎる。そうですね。Chinese in Chinatown、 なんか変な感じですね。今横浜の中華街にいますの中国人です。今私たちは、本場の中国料理ガチ中華探していきます。中華街には、小籠包はたくさんありますね。食べ放題な。多分日本人はみんな小籠包が大好きでしょうか。うちも好きですよ。あ、冰龍は香港語ですよね。広東語です。中国广东的普通の比べに違います。気をつけてね。暑い。湯がいっぱいで、美味しかった。一般耶。フルーツティー。こんにちは。今日産スタジアムにいます。このスタジアムに来たことは2回目です。初めて J リーグを観戦したことはここです。このスタジアムは2002年、ワールドカップの決勝戦のところですね。私が子供の時から一番大好きな選手、ロナウド、
RQ9 番のロランドです。彼は、ここで、ワールドカップのタイトルを取りました。今日もカシワレーソルここで勝ちます。こんにちは。今日はどこから来ましたか？群馬県から。あ、群馬県から、はい、一緒ですか？一緒で、はい、お疲れ様です。今日はどこから来ましたか？はい、私は北海道で仕事してますんで、北海道から来てます。あ、そうですか、はい、お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？今日は実は神奈川県民で、はい、湘南の方から来ました。はい、はい、同じです。あ、はい、お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？東京です。自分は大学から来ました。大学からです。大学帰りです。はい、地元が実はここで、横浜で、学校帰りにそのまま来ました。あ、なるほど。僕は横浜に住んでたんですけど、今は東京に住んでるので、東京からやってきました。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日どこから来ましたか？東京です。自分は埼玉です。はい、今日の試合で注目の選手は誰ですか？今日の試合か、うん、自分はもうずっとマテウス・サビオが大好きです。もう白井ちゃんで白井ちゃん大好きなんで。はい、今日の試合で注目の選手は誰ですか？注目は木下選手、うん、やっぱ結果でゴールで結果を残してほしいなと思います。はい、どうしよう。やっぱり細谷選手かな。はい、こんにちは。こんにちは。今日からはレギュラーです。今日からはレギュラーで。レギュラーです。じゃあ、今日の試合で注目の選手は誰ですか？難しい。そうか、また来たな。いや、今日は真央に行ってもらおう。同じく真央で行ってもらいましょう。真央だな。はい、じゃあ細谷選手で、うん、自分は熊澤選手で、森田選手で、はい、大細谷選手で、はい、注目の選手、うん、私は島村選手です。はい、やっぱサビオ選手です。はい、自分はやっぱ関根選手、まあ、代表にも選ばれて、帰ってきて、まあ、ちょっと活躍、ちょっと期待します。はい、細谷選手です。はい、注目の選手は誰ですか？まあ、注目の選手はやっぱり、うん、まだ1点しか取ってないけど真央かな、うん、はい、あと勝敗予想もお願いします。もう今日はね、向こうは ACL 帰りで疲れてると思うから、うん、3-0、うん、3-0、うん、レイソルね、はい、うん、2-1 でレイソルです。はい、はい、3-1 レイソルです。はい、前回去年ここで、うん、3-4で負けたので、こっちは今度は4-3で勝つかなと。はい。はい、2-1で勝てたらなって思います。はい、勝敗予想もお願いします。じゃあ2-0レイソルで、はい、では8-0で、2-1でレイソルで、はい、僕も2-1でレイソルで、はい、勝敗予想もお願いします。ここは今日は当てに行くわ、これ。いや、相手当たらないじゃないですか。今日は当てに行くよ、はい、3-0 3-0行き過ぎたかな。3-1で。3-1、はい、今日はじゃあ木下選手のが1点入れて宇野0勝利といきましょう。1-0で。はい、1-0で。はい、勝敗予想もお願いします。まあ、もちろんレイソルが勝ちます、うん、スコア、スコアもね、うん、スコアは2-0 2-0、はい、はい、サビオと島村が決めます。でも最近の試合を見てると 2-1 かなって思うんですけど、うん、まあ、今日はもう ACL だっけ、はい、なんだっけ、うん、だから疲れてると思うんで、うん、4-0で。そうですか、ここそうっていうね。はい、そんな感じでお願いします。ありがとうございます。マリノスから移籍してほしい選手いますか？マリノスから移籍してきてほしい選手。そうです。やっぱ結果がすぐ欲しいっていうので、アンデルソン・ロペス選手で。はい、別にいない。確かに別にいない。ですね。今いる選手で頑張ってもらう、うん、はい、うん、
全くいないね。はい、まあじゃあエウベル選手で。はい、自分はもうあの小池龍太選手に帰ってきてもらって、またアンデルソン・ロペス選手、あんま分かんないんで。分かんないです。いらないです。いらないです。マリノスから移籍してほしい選手いますか？誰だろうな、いっぱいいるけどな。いるけど、やっぱ得点力不足は正直あるので、やっぱアンデルソン・ロペスは欲しいなとは思います。はい。うわ、誰だろう。誰だろう。ナムテヒ選手。はい。ヤンマテウスで、はい、サビオとヤンマテウスの両サイドが多分一番素晴らしい、そうですよね、見てみたいっていうのが、うん、ありますね、はい、うん、はい、いや僕も、まあ、ヤンマってさっきちょっと話してたんで、うん、ぜひ見てみたいですね。はい、ありがとうございます、はい、今日の勝敗予想お願いします。2-0柏レイソルです。记得我们第一次看レイソル的比赛就是在主场对阵横滨水手。レイソルのプレイヤーだけじゃなくてサポーターたちも素晴らしいと思いました。雰囲気もいいし、あの日ね、レイソルサポーであれば幸せと思いました。せーの、勝ちます。はい、頑張れレイソル、頑張れ。今日も勝ちましょう。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 はい、いつも通り、うん、今日も勝つ、いくぞ。頑張れレイソル。せーの、頑張れレイソル。ありがとうございます。今日の試合勝つぞ。おー、今日も勝つぞ。よし、せーの、出てくださYeah.
F マリノス27番夏原選手に代わりまして16番加藤蓮選手が入ります。今日的試合は終了しました。今天是之前欠赛的第九节 J リーグ第9節前かけてきましたの試合です。今天是我们这个赛季最惨的一次失败，0-4输给了对手，而且还我们还领到了四张黄牌。今天的比赛踢得不是很好，有几次机会也没有把握住，这场比赛之后也从第十位跌到了第十一位。之前我们是和福冈因为净胜球的关系领先他们，然后这场比赛我们一下子丢了四个球，所以净胜球关系的原因我们跌到了第十一位。所以下一场比赛的福冈戦非常重要，是一场价值六分的比赛，希望我们可以重振旗鼓，不要气馁。では加油、頑張りましょう。